はい、えー、それではあ皆さん、えー、本日ガイダンスをやりますのは、えー、レック専任講師弁理士の、えー、宮口聡氏といいますどうもおはようございますどうもこんにちはどうもこんばんははい、えー、今日はねこういうテーマでお話をしようかなと思います、えー、2019年向けのね、えー、弁理士試験の 仕事も年収も勉強方法も一挙公開ということでね、えー、お送りいたしたいと思います。はいえー、それではですね、まずあの、まあ、仕事についてなんですけどね、便利士というのはね、まあ、こういうその特許素願だとか、ね、それから商標徹さん、ねも、もうちょっとでかくしようか、まあ、理系の人だと特許さん文系の人だと商標徹さんね。 まあこういういのの代理人ができます、えー、代わりにやるとなかなか発明者がね自分で出願するの大変だからねはいでこれはねオレンジェ・ヌ、えー・ローカ特許権侵害訴訟の補佐人とかできますよえー、えー、まあ要するに補佐人っていうとねなんかこう。 下,下に下のものっていう感じがしますけどね、まあ、弁護士のを補佐するって意味なんですよねうんななんだ弁護士より下なのかいやいや、えー、これ見てください「心血取り血訴訟の代理人」これはもうね正々堂々とあの弁理士だけで、えー、代理できます補佐人ではなくてねなんだ侵外訴訟は補佐人かよ弁護士を補佐するだけなのかと、えー、しかしねちょっとあの心配しなくてもいいですよ ねえー、平成15年より、えー、ちょっと赤で塗ってみますけど特定侵害訴訟代理業務研修、まあ、担保能力担保研修とも言うんだけどねこれを受け、えー、特定侵害訴訟代理業務試験に合格すればあ特許権等侵害訴訟特許権などというのは意証権とか商標権もあるからねそれの代理人を務めることもできるようになりますと。えー あの代理人ですから対等です、ええ、ただねあの弁護士との共同代理が条件なのでタッグを組まないといけませんただその関係は対等です新血素リ血症書は弁理士だけで代理できます、まあ、そういういろんなねあの、まあ、お約束事があるんだけど仕事の上でのねはい。 であと他にも、ね、ライセンス業務とかあの侵害ちょっっと待ってねライ,センス契約決ライセンス契約締結業務,業務というのは、まあ、特許権者は他の第三者に、ね、この特許を使っていいですよという許諾契約ですでこれからあそれから、侵害かどうかを判断する鑑定業務。 えー、例えばここに、ね、あの蛍光ペンがあるわけですよ、こういうのもおそらく特許ですよ、ね、これあの、うちの会社はこういうのをやってるんですけど、えー、これ紫のね、これ、信頼になりますかねみたいな、ねはい、そういうのを判断する鑑定業務、えー、理系出身と文系出身という分け方をするとですねあの、まあ、ちょっと色分けするよ、理系出身。ね ピンクで塗ってみました特許系の実務じゃあ文系出身青でちょっと塗ってみようかね、えー、商標系、うん、これがまあ一般的ですわ、えー、でまたピンクに戻しまして、えー、理系の人でもあの機械系電気系化学系バイオ系に分かれますね大体ね、はい、で今度は商標、うん 商標はね、特許ほど、えー、高度な専門性は、あの、いらないんですが。ただ幅広い知識とかね、ざ雑,雑学がものを言いますね。うん、いろんな分野に精通することが。重要かなっていう。気がします。で、特許以上に。あの、語学力はものを言いますね、えー。特許もそうなんですが。あの、例えば、ほら、化粧品とかだったら、フランスの知識、フランス。から生まれた化粧品とかが多いからね。 うん、えー、なんだろうあとイタリアイタリアとかね、まあ、装飾品とか多いですわね、まあ、そういう意味でも語学英語以外の語学にも強いとなると非常に、えー、有利です、はいえー、商標のエキスパートになりたければ外国商標制度の習得と、まあ、語学力、まあ、これがね、あのー、必要かなと思いますはい 特許は、ねまあ、英語が分からなくてもその日本語だけでも、ね、その道の専門家であればなんとかやっていけますよ。はい、さあ就職先ですけどね今も昔もね、えー、まあ特許事務所でしょうかね、うんまあ、次に多いのがちょっとオレンジで塗らしてもらいますけども、えー、企業の知財部特許部かな。はい さあ特許事務所のメリットですけどちょっとピンクで塗りますけど仕事をこなせばこなすほど収入があの得られることがあろうかと思いますで企業のメリットは収入が安定するという点ですねうん安定するということはあの事務所ほどそのやったらやった分だけという感じはありませんえただ安定はしてるもので、まあ、仕事をしなくてももらえるというね 車に例えるとあのアクセルを踏めば踏むほど加速するみたいなそういう車が特許事務所でアクセル踏んでもスピードが出ないぞというのがまあ企業かなという感じですかねまあほらアクセル踏んでギュッと加速してあの危ない場合もあるじゃんあのスピードが出過ぎてねまあそういった上では加速しても加速しない企業は安定は知るでしょうね。うん、ただ能力の高い人にとっては あの企業は物足りないいと思います、うん、事務所とかね独立した方がいいんじゃないでしょうかね。はい、で第3の選択肢としてあのシンクタンク金融機関マスコミ TLO 大学などのね、えー、大学から企業への技術移転そういう、えー、コーディネート業務に携わる人も多いですね最近では。はい じゃあ次にあの特許事務所での仕事ですが弁理士になるとですね、えー、工行集権の権利化に至るまでの手続きを出願人に代わって行うことが多いです。えー、出願してから特許までといったところでしょうかねで、えー、っと特許事務所の多くは所長を含めた所員数が5人以下の零細事務所ですそういう現状があります。はい で、大体技術分ある、ある特定の技術分野に特化している場合がほとんどですね。はい。えー、大口顧客が一つでもあれば、事務所経営は成り立ちます。ね、もうお得意さんがいればね。はい。えー、大口、えー、顧客の少ない零細事務所は。あのー、ちょっとね、困るのは、えー。中小企業。 個人発明家からの単発的な、ね、仕事に依存せざるを得ないまあそれでもねそれが寄せ集まればあ収入は安定するんだけどねまあ大変ですよいろいろあの請求書もバラバラだしねあのニーズもバラバラだしね、うん、それなりに大変は大変ただあのお客さんがいっぱいいいいればその分収入は増えますただ一つのお客さんでいっぱい仕事をくれた方があの理想的ですよね そういった意味では大口顧客がい。るのが一番です、はい、で就職するんだったらやっぱり、ね、大手の方がいいですよ。うん、初めて特許事務所に就職するんだったらね。で例えば大口あ大口じゃないお大手特許事務所に就職するじゃん。でそこでまあ,あの中堅のねあの弁理士で。 まあその大事務所でこう出世していく人もいればもうやっぱり自分で独立するわとねでその自分が崇拝している先輩弁理士とかがまあ独立するときに自分も一緒に辞めてその先輩弁理士についていくとで最初は零細事務所ですけどまあ自分がこの人だと思ってついていくわけですからそれはそれであの充実したあの弁理士ライフを送れるんじゃないでしょうかね まあそこでこう人を間違えるとね全然そのもうからずにえ終わっちゃうということもあるからね、あのー、そこはよく注意してくださいこの人だったらついていって大丈夫だと思ったらついていっていいんじゃないでしょうかだから零裁事務所はそういうリスクがあるということです。あとはあ大口顧客があってもあのその会社がね、えー、あの気分次第で他の事務所に乗り移る可能性もあるわけですよ。 まあそういういリスクがありますからね大手事務所はいっぱい顧客がいますので一、まあ、人,人というか一社なくなったところで、えー、他の会社もいっぱい仕事くれてますんでね大丈夫そういった意味ではあのー、もう一般論なんだけど、えー、大手特許事務所に就職するのが、あのー、いいと思います。ね。はい、じゃあ次に、えー、企業知財部のお仕事ですけどね。 企業内弁理士に限らず企業の知財部の人はもうちょっと一言では言い尽くせないですねはいまあ知的財産に関わる業務がもうしあの企業にはもう例えば先行技術調査もそうだしそれから従業員に対する知財教育もそうだしそれからその、えー、維持管理等も含めあの。 自社内の、ね、パソコンで、まあ、ファイルメーカーだとかなんあの自分で作ったソフトだとか、まあ、そういうもので管理していくことも必要だしねはい、えー、つまり、えー、で企業で活躍するとなるとこういう能力は求められる一つのアイディアを網羅的に保護すべく特許のみならずね衣装商標にも目を向け、うん、妥当な保護形態をトータルコーディネートするのが企業内弁理士でその 割り振り振仕事の、うん、そういうところですよねあのこの,この分野だったらこの事務所に頼もうこの分野だったらあこの事務所に頼もうといったような、まあ、振り分けですねあとはまあその社員の適材適所を見極めながらあ適切な指示を出していくということが求められますね、まあ、だから立場的に言うと企業内の企業がない弁理士は 立場は強いですよ、ね、仕事をほらあの与える側だから事務所にで事務所はどちらかというと仕事をもらう側ですよだから企業のニーズに合わないと売買ということになってしまいますねはいさあ収入について、うん、まあ興味のあるところですわねえー、収入はね、まあ、特許事務所の場合はですね あの基本給は無資格者と一緒ですが例えば資格手当て5万とかね10万円という形で無資格者と差別化を図るのが一般的ですねあと年俸制を採用する場合もあります年俸制を採用する場合もあってあの初年度はその人の実力は分からないのでねじゃあ初年度600万でやりますかとでその後あこの人能力高いねというとあのプロ野球と一緒で、まあ、どんどんね あの上がっていくプロ野球だってそうじゃないですか1年目は低いですよ、まあ、でもね10日表すと、まあっという間にあの、まあ、何千万とか場合によっては億とかねあの今度大リーグに行く大谷選手みたいにねあのどんどんね目立ってくればそういうことも可能です、まあ、逆にねあの口ばっかりであのなんかこう履歴書的にはにぎやかなんだけどね あの使えない方も多々いらっしゃるんですね。これはもう採用する側の、まあ見極めが大事なんですけど。まあ、私もそういう場に携わってきてですね。こう履歴書的には素晴らしいんですよ。ところがどっこいね。なんだこらという信じられんぐらい、こう使えない方もいらっしゃいます。で、それ嘘じゃないですよ。こう経歴座礁、詐称とかね。あの。 あの不思議なもんでねまあだからなんていうかこの資格ホルダーじゃありませんがね、まあ、そういうのは得意だとねあの便利士も取ったトイックも難点高得点でいろんなそのね、えー、隙間的な資格も持ってる、えー、企業も大企業出身で取ってみると意外と使えないみたいなねええー。 であのまあ,あやっぱりね転職歴が多すぎる人は往々にしてそういう傾向があります、ええ、あの転職歴の少ない方がやっぱり断然有利ですよ、ええ、あのやっぱり一つの会社で長持ちするんだなというふうに判断してくれますからねはいで売上げの何割かを、えー、報酬に充てる実績連動型の報酬体系 まあこれだとねやる気も起きるんですがあのまあちょっとねえまあ仕事の奪い合いみたいなねところもあるのでまあその辺はねうまくこのミックスしていくのが事務所系にとってはいいかなと思いますね。要するに売上連動という側面もありまた年功序列という側面もありみたいな方が事務所は安定しますよね。 うん、な,なんだこれは事務所経営講座みたいな感じになってきちゃってますけど <laughs> あの、えー、そういう側面はあの確かにあると、はい、で企業勤務の場合ね、えー、企業勤務はもうねあの普通に他の社員と同じですよ、えー、で資格者無資格者の差別はなくせいぜい便利視会費がね、あのー、支給される程度ではないでしょうか、うん、やっぱりねそこは会社というものの性質上ね あの別に弁理士以外の資格を持ってる人だっていっぱいいるんだから、まあ、あの弁理士だけは特別とといいいうことではないと思います、ね、で無資格者と同じ給与体系であるが出世出世させることによって自然と無資格者と差が出てくる場合ねこれ意外と多いですね、まあ、私もね、まあ、資格取ってからね弁理士になってからやっぱりとんとん拍子にね出世しましたよ。ええ、あの取るまではなかなかか あ苦労したんですけどね <laughs>、えー、あの会社の飲み会でちょっとあの暴れすぎてそれが災いしてですね、あのー、出世が遅れたりとかねそういうこともあったんですがあ、あのーまあ、資格取って結構、あのー、順調に上がりましたねはい、はいで。あとは基本給とは別に資格手当てを出すケースもーあるねこれはね。 やっぱりその企業の知財部の責任者が弁理士とかだと理解がありますよね、はいまあそんな感じです。で、独立、うん、やっぱり独立を目指して弁理を、弁理士を弁理ねあの、にチャレンジする人は多いね、はいまあ勝ち組の事務所はね、儲かって仕方ありませんね、これは、まあ、企業と同じですけどね、はい、えー、あのただね、 あの巻き組になることを恐れてるぐらいならもう独立なんてしない方がいいですよ。ええ、あのやっぱり独立するとお金の動きは大きくなりますから、あの細かいことにを気にしない方がいいね。例えばほらあのまあ普通に勤めてるとね、そ,その月自分の給料もまあ数数十万という言ったところですよね、うん。ところがそのキャッシュフローというものが 何何百万何千万千ということもあるわけですよ、ええ、だからまあちょっとしたことでなんか損したなとかねあのー、なんかの飲み会が3,000のところ4,000になったなとかねなんかもうそういうのでも、えー、気がめいってしまうというかあ <laughs> そ,あのそういう場合あのもちろんそれはあの別にいいことなんだけど、ええ、要するにお金の。 動きが大きいんで、まあ、ちょっとしたことでやっぱりこの、えー、気になるようだったら独立しない方がいいです。ええー。もうあっという間に何百万って損することありますよ。ええー。あのまあ機材の導入もそうだしえー、やっぱりねあの一番やっぱりでかいのはねさっきほら大口顧客の話したでしょうね。えーそれであのえー まあ、手を引くと <laughs> その企業がある事務所から手を引くとそしたらもう今までね、えー、あのすごい収入が入ってきたのがいきなり立たれるわけですよ俺もうそれ何百万のスパンになってくるわけですよ、うん、これはもう慣、うん、れれば何とかなるもんでもないですよねもう本当にこう精神的に衛生上もよくない。 うん、でもそれでもやっていかないといけないわけですよまたその逆もありだからね、えー、逆も転がってるわけですよそれを夢見て頑張れるかどうかあまあ独立する人はそこですよねであとほらあの従業員を雇ってですよ <laughs> あのさっきも言ったけど当たり外れがあってねあの当たりの従業員ならいいけど外れの従業員だと <laughs>。 これ,これまたね何十万何百万何千万って損する可能性があるわけですよええー、従業員し一人のせいでねそ,その間違った採用のせいでねだからねまあ独立する人っていうのはもうそういうのが気にならない人、うん、そういうのも含めドンと受け止める度量のある人これですよええー、だからねまあ明細書 実務とかも重要なんだけどあのやっぱり経営者としての便利していうのはねむしろそういうものをドーンと受け止められる人が向いてると思います、ええ、トラブルだって常に一つや二つ抱えてても、まあ、減っちゃなぐらいのね <laughs> そんな感じでしょうかねはいだからそんなリスクあってもあの独立するんだぐらいのね気迫が欲しいよ うんうん、裏切りとかもあるだろうしねいろいろ、まあ、取引上においても、まあ、それでも、ね、なんとか前向きにだからとにかく、ね、精神的に強い人じゃないともうかるから独立だじゃないですよ、ええ、も儲けたいんだったらあの別に勤務しててコツコツと、ね、あの実績を上げていった方が確実だと思いますよ。ええ 独立は当たればでかいけどハズレもでかいんだからあ、ね、それでもいいという人はあの独立してくださいむしろ私がなんでこんな声を大にして言うかというとそ,そういうタイプの人以外は独立してほしくないんですよ。あのまあいい,いい迷惑というかそのやっぱりさ困るわけよその従業員が。ね。 あのなんか困ったことがあってもこの大黒柱のようにこの軸がぶれないような人が独立してほしいどんどんアントレプレナーというかねあのそう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 いう人がやっぱり独立してほしいのよどんどんそしたらさあの「俺についてこい」みたいな人。 これがやっぱり独立には向いてるね、どあの企業というか、別に弁あの司法試験受かった弁護士とかもそうかもしれませんけどね。はいえー、ということであの、そうですね、弁理士業に没頭したければ、もうあの勤務弁理士の方が楽ですよ、ね、そこで才覚を、ね、発揮した方がはが、い。さあ、それではですね。 あの適正どんな人が便利士に向いてるのかっていうといやそれはね、まあ、どの業界についても言えるよ好きこそものの上手なれやねでも皆さん私の、えー、このガイダンスを聞きに来てる人、えー、主張してる人はね何らかのやっぱり興味があるということじゃないですか興味があるから私の話聞いてるんじゃないですかこれはもうそれだけでですね素養というか素質がありますよええええ 興味ななかったらもう聞いてないてでしょまずこの私の動画なり、まあ、動画でこう配信してるのかどうか分かりませんけど、ねえーまあ、私ほらあのブ,ブログとかとりわけやってるわけじゃないので、まあ、そういった意味ではねあのメディアへの,の露出が少ないんでちょっと損してるところはあるんですが、まあ、そういった中でもですね、あのーまあ、合格実績これはもうね、あのー えー、一発合格者の合格者が3年連続でで業界一ですねあの、まあ、例えば、えー、今年もそうだったんですが、まあ、来年、聞いてる人は去年ということになるんですけどねこれはまあ2017年向け、えー、入門講座あこれがです、ねまあ、最終合格者数319人いまして、ね、一発合格者15人なんですよ。で、えー、あのー 私のクラスが7人と、ね、っていうことは他のクラスあのが8人それをあの大勢のクラスで割ってるという感じなんでダン、まあ、トツなんですけどこ、えー、でその次の年ね、えー、全国で8人でもこの8人という数字が正確なのかどうかちょっとわからないですよあの特許庁も厳密には教えてくれないんで自己申告に手ってます。そのうち、えー、生 あ通学ですね通学は8人中4人出てます一発合格者あプラス通信まで入れると5人ですね去年で今年はどうかというと、あのー、一発合格者が21人出てます業界ででそのうちレックが20人で、あのー、ということは予想はたった1人と、うん、で、えー、私のクラス5人ですねえー あの20人中5人だからこの15人中7人よりは少ないんですけどそれでもあの業界トップですねあの2位の,のクラスというか2位の先生が4人4人四人ですからまあ辛うじてはあるんですがまあ6名うんあ五5名ですねあのお試し受験入れると6名になるんですけどねでさらにあの他の地方の受験生で あのクラスは別の先生なんだけど通信は私というあそういう組み合わせがありますまあそこまでいると10人以上になりますね一発合格者まあそういう状況です、まあ、だから実績に関してはもう胸を張れるほどのあものがあ出てますねあの私のクラスはい。 まあ、あのみんな、ね、あのいい先生ですがその、まあ、実績そこを大をにしてこう言えるところはあ強みだと思います。ええ、あと十数年連続して、まあ、あの観客動員数100人以上という記録もあのこのクラスだけですね、まあ、100名超える先生は他にもいるとは思うんですが。 まあそれが十数年続いてるというのはあ私のクラスだけですねはい、えー、そんなところでございますでえー、でまあどんな人が向いてるのかという話からそういうことになったんですが、えー、やっぱりですねあのー、なんでこういう話をするかというとあの現場に出てきてほしいと、うん、なるべくならね 通信と通学で迷ってるんだったら私はね通学を断然おすすめしたいで地方の方だったらねあの地元の先生の生講義プラス私の通信というコンビネーションもあのできなくはありません、ね、そういう申し込みの仕方もできると思いますけどねはいでなんで現場に来た方がいいかというとあのお友達ができますよそうするとまあ私がこの皆さんに伝授する 知識には自ずと限界があると思うんですね限られた時間で。えー、でそんな中皆さんは事業以外にあのお友達ができて、まあ、そこで特許業界の人やらいろんな業界の人がおるわけだから、まあ、そんな中でああ俺もこの分野に行ってみたいなとかねあまた自分が周りに情報を発信することでその自分についてくる人もいるでしょうしさまざまです。まあ、そういった意味ではね やはりこの現場に出てくることガイダンスに出てくること足を運ぶことこれをね惜しまずに実行してもらいたいと思っていますで距離的にどうしても問題のある方遠方遠隔面の地にある方々はやむを得ないと思いますけどねはいさあ でまあ、あの興味が逆になくてもです、ね、向いている場合というのもあるんですよ、ね。最初のうちはエリゴムの身をせずとりあえずどこかの事務所で修行をするつもりで就職することが大切です。何事もそうじゃないですか。で得意になってあの、まあ、自分としてのね食いぶちが見つかるわけですから、ね、最初はつらいかもしれませんけどねできるようになれば何でもたど楽しいですよ。ね はい、次に「文系出身でも大丈夫ですか?」ということなんですがよくある質問の中で,、ねはい、で最初から自分は商標専門でやっていくんだという、ね、強い意志を持って臨むのであれば、まあ、さほど心配いりませんね、うん、最も理系の人でも商標実務はできるのでちょっとピンクね「理系の人」出てきたんで、はい「理系出身の人」 までちょっとピンクで塗って。に負けないためにも語学等の検査必要です、ええ、そして便利士等に受かった後で良いのでどこかの国の商標制度やマドリッド協定議定書いわゆる国際出願ね、まあ、そういうあのこれ科目便利試験の科目でもあるんだけどマドリッド協定議定書っていうねあの条約における、えー、科目があるんですよ。まあ、条約っていう科目の中で 扱う条約あるのね。はい。まあ、そうすれば十分食べていけるでしょう。え、は、え、い。あと、やっぱね、人脈が大切ですよ。人脈。うん、うん。例えば、皆さんがね。あのー、まあ。俺の幸いなことに、俺のクラスを選んでくれたとするじゃん。ね。そうすると。あのー。まあ、例えば、俺の講座ね。結構取ってくれるね。もう本当、お俺としても嬉しいわけですよ。 ああ俺の講座は普段からありがとうねってそうするとやっぱりねそういう、まあ、いい関係ができてきますんでああよしじゃあ,あの困った時にねあの俺に言ってきてくれと、ね、俺がいい事務所を紹介してあげるからねと俺の伊達に18年、えー、今年で19年分迎えますが2019年ですからね19年ってことはもう20年だわああそうだ2000年から教えてるから2019年ってことは20年目 早いね俺も今自分,から自分からこう気づいたんだけど20周年記念ですよこれちょっとね声を台にしていたいね講師歴20周年記念うんはいだからねもうあれだよお偉いさんになってる人いっぱいいるんだよ、うん、この道のだからそういうところに紹介もできるしねうんうん だから持ちつも持たれつってあんまりいい言葉じゃないけど、あのー、人脈ですよね俺との人脈も大事になってくるという、ね、そし,し、あのー、就職した時も相談に乗ってあげれるねあ、えー、げられるか日本語的にねあげれるってあまり正しい日本語じゃないねはいそんなことになってくるわけですよ。ねはいまあ、文系系のの人人でも、ねあのーまあ、理系の人 理,まあ、理系の仕事をやりたいという人もいるんだけどあのそれはね、まあそ言ってもしょうがないんでちょっといばらの道になってきます。なぜかというとねあの理系の人結構大学院とか博士課程とかまで出てる人が多いんですけどあのもうその時点でも運命の差がでできてるんですよだからその穴を埋める必要が出てくるんであの,まあ茨の道であることを言っておきますあのそういうね修士課程博士課程の理系出身の 人たちと型を並べる文系の人たちこれはもういばらの道ですだからまあ商標の方が身のためかなと思うんですよ私はねただいや先生なんてことを言うとうん私は負けませんよとねあのそう思ってる人はあの全然目指してもらって構いませんね意外といるじゃないですかそのこういうアカデミックなことをやってなくてもねなんかセンスっていうんですか才能というかね まあそういうのでもってあっという間にこのそういう専門家の域に達する人もいるんで中には好きこそものの上手なれだからねはいで弁理士になってからの主な研修っいうのがあって例えば小試験だと受かると司法修習ってあるじゃないですかそれに相当するものがあるんですよほら新人研修っていうのがうんうんで倫理研修っいうのもありますわねあの弁理士としての心構えっていうかね これ5年に1回ぐらいい受けないいかんですわであとね特定侵害訴訟代理業務えそ特定侵害訴訟代理人能力担保研修まあ,あの短縮刑で能力担保研修っていうんだけどこれはあの弁護士と型を並べて訴訟代理の代理訴訟の代理人になるための侵害訴訟の代理人になるための研修です、まあ、詳しくは見といてくださいね それであの、えー、継続義務研修、これちょっと俺も頭が痛いんだけど、あの弁理士になってから、ですねこの5年間で70単位の研修を受けなければなりません、えー、ちょっとこれがねあの、大変なんですけどね、はいまあ、ただ、あの普段から、ね、コンスタントに、まあ、自分に言い聞かせる意味でも。 普段からコンスタントに受ければそれほど苦労しませんよ。普段からコンスタントに受けてないもんだから苦労するんですけどね、私は。ウェブタイプと、ま,あ、まさに予備校みたいですね。ウェブタイプと通学タイプがあります。えええー、ラインナップも豊富です、はいで。いくつかの必須科目以外は自由に選択できるというね、そんな感じですかね。はい、で最後に、うん、えー、っと、 便利試験のような難関試験は決して独学で受かるような試験ではなく、まあ、受験仲間と勉強したり受験期間を利用したりして初めてあの合格できる試験です何があっても感謝の念を忘れず謙虚な気持ちで前進していけば必ず結果ついてきますよまた便利試験は人生の最終ゴールではなく新たな道を進むための出発点にすぎませんプロフェッショナルとしての道は決して平坦ではありません えー、受験勉強においては大抵の場合答体が見つかりますが実務の世界では答体の見つからない無理難題と向き合う場面が多いですそこをどう乗り越えていくかが手腕の見せどころでありそれを乗り越えた時の達成感に魅せられて我々は日々弁理士業務に励んででいるのが実情ですで最近ではね弁理士の業務が AI にとって奪われるのではないかという懸念こういうものもあるかもしれませんこれは弁理士に限らずですね他の資格もなんかそういう えー、懸念が取りざさされておりますが、まあ、私に言わせるとです、ね、それははというのは余計な心配にすぎません、えー、例えばです、ね、駅の改札が自動化されましたけども駅員の仕事減ったでしょうか、はい、セルフ式ガソリンスタンドの店員の仕事は減ったでしょうか、はい、タブレットで料理等を注文できる居酒屋の店員の仕事は減ったでしょうかね。 デジタル的業務は AI に取って代われるかもしれませんしかしアナログ的業務は取って代わられることはないんです結局ね、えー、で結局その AI を操るのはまあに人間になってきますんでまあ結局ですねあの切、ー、りがないということですねどんなに進んでも、あのー、また課題は見つかると <laughs> 世の中の常じゃないですかそれ。えー あのいくら AI が出てきたところでねまた別の課題別の問題点が出てきて仕事は減りませんはい便利になってもまた別の課題が出てくるんです、はい、となればですね今後は、えー、今後はなおさら道なき道をね走破できるまあ四輪駆動車じゃありませんがプロとしての自覚を持った新進系の便利者は一人でもね多く増えることを願ってやめませんとね 与えられたレールの上を乗っかって足ののではなくてもう本当にねこういう道なき道を走っていくぞ的なねそういう気概のある人どんどん出てきてほしいよね。はい、で入門講座宮口クラスではね多くの合格者を輩出してきましたがとりわけここ3年ここ最近3年連続で一発合格者排出中ナンバーワンここはもう声を大にして言いたいところです。ね あの嘘なしでだから一発合格したければもう宮口クラスですっていうのがまあ売りでしょうねええー、まあ単に受かることだけを考えて指導するわけではないですしかも受かった後のことまで考えて指導します、ね、その辺が実績に表れているということでしょうかねで宮口クラスで一日でも早いスタートをですね、えー、切っていただければなと思いますええー あの例えばね4月から始まるんだけどあの1月に申し込んでも暇じゃねえかと思うかもしれませんがあの先取り予習っていうのができますからね、うんでまあ、先取り予習で分からんかったら私に気軽に行けばい,いんでねであとねあの、まあ、早く申し込んで、まあ、あるいは申し込む前でもいいですわ私はまあこういう本を出してます、えー、これ閲覧用でねちょっとこれあの邪魔なんだけど。 えと「便利試験一発合格バイブル」というね,、えー、っとねちょっとこう,、うんまあ、こういう名前の本が出ております、ねえー、値段1800円ですわだからね、あのーまあ、あ私の講座申し込もうかなと思ってる人は、まあ、申し込む前にね、まあ、これを読んでいただき、えーまあ、やっぱり申し込みの意思を固めたぞとね まあ中央経済社から出ております、えー、あの普段ねあのどういう心構えでいればいいのかとはね、えー、各,各科目の勉強法だとはねまあこの何ページですか全部で全部で150ページぐらいですから151かあのそんなに大変な読み物ではありませんであと私の,、ね、ごあのかつての合格者でね あの中卒でかつ一発合格者の方の合格体験記も載ってますからね一発合格体験記学歴なんて飛ばせみたいな、ね、すごいでしょ中卒であの一発合格の方が出たんですよ去年、ね、あの漢字も読めないぐらいのレベルでしたけどそこからあー一発合格まで持っていきました、ねまあ、といっても一番はやっぱり本人の努力これがまず挙げられるかと思いますけどね まあそういういことですだからね、あの皆さんね、学歴関係ないから、いい、あの中,中卒の人も私のクラスから一発合格してますからね、あのそんなの気にしないでください、ね、昔あの、小泉元総理大臣がこんなこと言ってましたね、自民党をぶっ壊せってってね、で本当に <laughs> ぶっ壊してしまったんですが、しかし、結果的にですね、まあ、右翼曲折を得て、 あの今、安倍政権ですけど自民党、なんかもう強固なものになっちゃってますよね、やっぱりそれをもう見越してたのかどうか分かりませんけど、私もあの皆さんに言いたいのはね、いい学歴の人はそれはそれで、どうぞ、それはそれでいいと思うんですが、今までの,ねあの経歴はパッとしない人もいると思うんですよ、そんな学歴なんか経歴なんかぶっ飛ばせと、皆さんには言いたい。 大事なのはこれかからでですす皆さんいいですかよくあのこういう方いるじゃないですかあの会社とかでこう一流大学を出てね、まあ、会社一流企業に行ったんだけど間、まあ、食に追われてですねあのななんか飲み屋とかに行くと、まあ、そういう方々が集まって、まあ、店のマスターはねそ,のそういう話をよく聞いてますからもうやっぱり昔はこうだったんだけど。 今はみたいなね、まあ、まあそういうそういうための、まあ、スナックであり飲み屋でもあるんだけど、まあ、やっぱりこの、えー、そういうのをね聞くにつけ、えー、まあ寂しい気持ちになるというねそういう記事を見たことあるんですよ。ね。だから過去の栄光なんんてどううしよよもありませんよ、ね、あの今が大事というか今行こうが大事じゃないですかこれからが。 その大事なこれからのために今頑張るんだというねあそれが大事だと思いませんかうんあのこれまではもうあれですよ過去の産物に過ぎないんだからだからこれまでが良かった人も悪かった人もねやっぱりこう頑張り続けていかないとあのいい未来は来ないねそういうことです。 だからそういう、ね、ことを気にせずにあの私のクラスに、ね、飛び込んできてほしいなと思いますね。はい、で、えー、と勉強法なんですが、まあ、担当試験の、えーまあ、サンプルね、えー、こういう感じで、ね、あのいくつあるか問題誤っても,ものはいくつあるかということで <laughs> いくつあるか問題といいます。まあ、ちょっとこれ,これの解説はしないけどね どうせわからないだろうから今はね回答も一応載っけてますけどで普通に正しいものはどれかみたいな5つある中で正しいものはどれかとねこういうパターンそれからこういう穴埋め問題ねっプーラン補充型といいますけどねうんこういうのですかうんまあ一応あの担当ってこういうまあ2つ3つのタイプがありますであと論文はあの19ページに載ってるけど えー、非常に長いですね問題文が、うん、まあ1ページ丸々っていう感じですけどで論文の答案が20ページから21ページにかけて載ってますまあ大体こういう感じで書いていくとねはいでえー、っと22ページ特実の問題2ですねご覧のとおり参考答案が24ページから25ページに載ってますはい衣装も載ってますね26ページはい で30ページにも商標法の問題載っけてます。ねはい、ということでねああ当日ちょっと載っけてなかったんだけど後日はね、まあ、一問一答形式ですね、はい。特許法41条何について規定しますかとかね、ええ、あの拡大された洗顔の地位については特許法の何条ですかとかね。 えー、拡大された洗顔の地能について規定する特許法29条の2の趣旨は何ですかとかね洗顔主義に規定する39条の趣旨は何ですかとかね、まあ、そういう一問一答形式、まあ、それにあのて,てきパキと答える、ね、それが口述試験ね、うんまあ、そういうのもねこ,これに全部書いてるからちょっとね限られた1時間の中ではねあれもこれもは話したくても無理なんでね、まあ、これにね ちちょっっっとと私のサインとか載っちゃってますけど <laughs> ああの持ってきてくれればサインとかいろいろ気の利いた言葉とかね書いてあげますからね、うんうん、まあそんな感じですよほらこういう感じでねろ、えー、各科目ごとにね担当対策論文対策口述対策科目ごとに担当対策論文対策口述対策ね書いてるでしょもうだからこの本がねもう一番ですよ 条約にはパリ条約と PCT と国際出願法とトリップス協定とジュネーブ改正協定とマドリッド協定議定書があってねで著作権と不協法はあの担当しかないからね担当だけうんで学歴なんて吹っ飛ばせって一発合格体験記ね、まあ、あと外談的な内容ね大一まあそんなところですから一発合格できるためのね最低限の心構えといったものをあこの本ね アマゾンドットコムでもいいんでね、えー、購入していただければと思いますはいで、えー、34ページはねここ最近の便利試験のねあのー、ここ11年か12年分あすごいねこれ14年分あるわ123456789101121314すごいねで今6.5%ぐらい最終合格率ね、えー、資格としてはちょうどいいぐらいじゃないですか魅力のある数字っていうかね うん、簡単すぎたら魅力ないし難しすぎてもあの敬遠するしでちょうどいいんじゃないですか6.5%、まあ、私のパーは34%でしたよねはいまあそんな感じです、はい、ということでねあのまあ宮口クラスはあの例年ですねあの一発合格者が一番出るクラスとして、えー、3年連続来てますね えー、今度はもう皆さんが実績を作ってくれる番ですよ。ねえー、ぜひ、あのー、通学で可能であればもう通学です。あの月にね、あのー、毎週来れなくてもいいんです月に半分でも来れるんだったらね月に半分だからたった二回ですよそしたらもう通学のほうがいいですわ、ね、来れない日はあのー、欠席フォローのウェブで聞けるんだからウェブか DVD で聞けるんだからねまあそんなところですかね。<laughs> もう私の残された時間あと4分なんですがえまあねこのこのカラフルなパンフレット5人に4人が5人に4人どころじゃないですよ21人中20人がって言ってもいいぐらいですけどねえ21分の20がレッ空じゃなかったかなまあちょっと控えめに言ってるんでしょうね確実なところでね でまあ合格者とかね、えー、載ってますねあのこのカラフルなあ冊子のねまあ十二ページ十三ページにねまあ私のクラス出身なの,のほら中卒で一発合格者の人が載ってますんでね,ねあのまあ見といてくださいあとそうですね <laughs> まあ私の,、まあ、あの助っ人っていうかその ええ、あの安西先生というねあの宮口クラス専任チューター多分ね一番長続きしてると思いますよええまあいろんな先生こ,こういう感じでねあのついてるんですがあの私とこの安西先生のコンビが業界で一番長く続いてますええやっぱりこう生きの合ってるコンビって大事だと思うんですよええ で息が合わないとねコンビ解消あるいはこもうあのそういうコンビがないっていう感じになっていきますんでまあまさにあの刑事ドラマ「相棒」にも負けず劣らずロングランで生きてますからね、うんあの弁理士受験会のさだまさしと呼ばれてますからねあの俺だけそんなこと言ってんの俺だけだとか言ってますけど安西先生ね、はい、であの史上最年少一発合格の人も出てるしねもう本当にね あの記録づくめですわ、はいまあ、そんなところで、えーまあ、私の、ね、ガイダンス第1弾を終わりますけどもやっぱねちょっと1時間ではこう言い尽くせない面もありますからねぜひこの「便利試験、えー、一発合格バイブル」を読んでいただき納得納得して、まあ、あのもうこんなの4枚にあに申し込んでいただいても全然構いませんけどね、えー、ぜひあの。 読んでほしいなとねで迷うことなく私のクラスでね、えー、勉強して一発合格を貸してほし,しいなと思いますはいじゃあですねこれ2019年向けですからね最後に皆さんにエールを送りたいと思います、えー、2019年便利試験合格を目指して頑張るぞーおおご清聴ありがとうございました